はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もドラゴンボールザブレイカーズをやっていこうかなというふうに思います。で、今回も検証動画をやっていこうかなというふうな感じです。はい、今回なんですけども、前回は、なんだっけな、移動速度アップ土っていうやつをね、やったと思うんですけども、今回は運転上手速度強化を、皆さんと見ていければなというふうに思っています。まあこちらね、かなり必須なアイテムかなと、スキルかなというふうな感じではあるんですけども、通常つけてないと、0% プラス10にしてないと20%、 プラス10にした後はプラス 25% という風に変わっています。はい、まあ、その差がねないかあるのかっていうところを検証できればなという風な感じです。なので今回の動画もね、もしよかったら見ていただければなという風な感じです。それではどうぞ。はい、こちら右がプラス20、左がスキルなしという風な感じなんですけども、かなりね全然馬力が違うのかなというところです。はい、まあ、プラス20の方ではゴールという風な感じで、スキルなしは今ゴールという風な感じでね、かなりスキル差があるのかなという風に見えました。はい、続いてなんですけども、ブーストしてですね、はい、こちらもかなりの差があって、やっぱりスキルありの方が早いという風な結果ですね。で、通常のね、そこら辺に落ちてる原付でも効果あるのかなっていうところで確かめたんですけども、やはり効果があって、20% の方が早いというところですね。かなりいい検証ができたのかなという風な感じですね。はい、で続いてなんですけども、 20% と 25% で比べてみようというところになっています。右が 25% で左が 20%、 まあ見た感じ変わらないかなというところではあるんですけど、ちょっとね、はい、右の方がやっぱり 5% の差は大きいのかなというふうな感じですね。でこちらブーストの方です。右の方ねちょっとね脱速しちゃってしまったんですけど、勝っているかなというところは確認できたかなというところです。でこちらもね、そこら辺に落ちてる、原付乗ったんですけども、はい、全然ね踏切入っていくタイミングが全然違うというところで、まあ、5% の差が大きいなというふうな検証結果でした。はい、今回の動画はどうだったでしょうか。前回のね、移動速度のやつなんですけども、そこまで差がなかったっていう風な検証結果だったんですけども、今回は結構ね目に見えて差が見えたのかなというところではありました。まあバイクはね必ず必要なアイテムにもなってくると思うので、速度アップつけてもいいのかなという風な検証結果でした。はい、まあ、なので検証結果としましては、移動速度意味があるのかないのかだと意味があるであります。今回の動画も面白いと思った方がいれば、高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。